ちは、私です。今回は、BP 弾撃たいなーって思ったので、超 CQB 戦闘用カスタムの MK 持ってきました。カスタムはこんな感じ。前期はよく使ってた 256mmバレルのカスタムだな。今期から RSASS のハンダガードをこのバレルでつけれなくなったからね。それならロングバレルでいいかってなったりするけど、この強いマズルブレーキは短い方でしかつけれないから、CQB 戦闘特化で組んで使おうってことで。それならインテリ島や寮に向かうんだな。そうそう、最近のカスタムは寮に人が集まりやすいから、リザーブの地下より気軽に戦闘できて、人がいなくて暇でも金庫漁って買えるだけで30から40万くらい稼げて楽しい。まだマークドキーも余ってるからなガンガン開けてけ。てか今期ローグボス倒さないとカッパコンテナ取れなくなったから、全然タスク進めてないんですが、そろそろ55レベになるんで取ろうかなって思ってます。ローグ狩り金策しながら枯れたらいいなって思ってたけど、全然会えないので最近は少し諦めてます。もしローグボスの脇に規則性があったら教えてくださると嬉しいです。脇場所は分かってるが時間によって枠マップが変わるらしいからな。そうなんだよね。だから全然会えなくて困ってます。まあその前に金策しとけよ。他にもタスクあるんだし。そうだね。今期は全然お金がたまらなくて辛いよ。誰か走ってるな。多分そこのクレートとか漁ってるみたいだね。多分こっち側に来るだろうから来たら不意打ちしよう。あ、二人か。よし。もう一人、いない。さてどこにいるかわかんなかった。相手はレートの高い武器だしリロードを狙うべきだな。白ベクターではないっぽいしね。多分 MP9。 ここの裏か。とりあえず牽制。リロードだ。オッケー。鉄塔に牽制したのが当たってびっくりしてたな。びっくりジャンプして乱れ打ちしてたね。これがあるから鉄塔に打つだけでも何もしないよりいいね。それじゃあ装備は低レベルだな。でもなぜ SVDS 持ってきてるんだ。しかもストック折りたたんでる。多分ピースカで手に入ったんだろう。こっちの人はやっぱり MP9。 この武器めっちゃ安いが扱いづらいよな。まあでも序盤の心強い味方だよね。私も始めたての頃よく使ってた。ってことで寮に遊びに来ました。ドアが開いてるし中にいるかもな。足音だ。これ一回か。グレ入れて正面玄関から入ろうか。なんかグレでビビったのか3階に行っちゃった。ちなみに1階と2階はクリアリングしたから大丈夫なはず。お、これは3階だな。寮は下の階の音ほぼ聞こえないからね。でも3階の廊下の詰め方難しいんだよな。動かないしグレで少しずつ前に出てみるか。おっし、これ多分ベランダだよね。ベランダに出れる部屋はもう一つ奥だから頑張れ。ここから見えたりはしないか。決めた。ここからベランダに投げ込んで一気に気合いで。あ、まあ、これでも大丈夫。今。あ、ジャンプ。そこか。あれいない。部屋の中。いやだ、裏だー。お、オッケー。よし、クリア。ジャンプミスって敵に逆に奇襲されてよく勝てたな。いや、ドア裏以外と見えないもんだね。は。マジか。もう一人潜んでたみたい。両足飛んでるからきついな。まあでも詰めてくるところを逆に飛び出せば勝てるはず。あ、やべこれ詰められる。危ない危ない。なんで今弾数なんて見てるんだ。って、陣痛切れたんですけど。距離的に注射を使うのすら怖いな。この判断。もう気合で迎え撃つしかない。来い。
ギリギリ盛大に決め打ちを外して段数的に負けたと思ったんだがよく勝てたな。私もなんで勝てたかわかんないけど、とりあえず治療だ。あ、柵がついてないからそうなるわな。これは惜しまず緑注射使うべきか。あれ？まだどこにいるか分かってないっぽいな。なるほど、2回をどんどんクリアリングしてるのか。なら今のうちに片足だけでも直せないかな。外でも爆発してるな。これは音もかき消されていけそうか。うん、まだ2回をクリアリングしてる。外階段だ。これは直したら奇襲した方が良さそうだな。まだ2階にいると思ってるっぽいしね。うん、もうさすがに入ったか。こっちですよ。オッケー。こっちの外階段は2階のドアしか開かないんだよな。お、これはカバーに来たか。やっぱり3階の廊下を詰めるのはきついな。コンフリ壁になるしグレを使い切ってたら余計ね。それじゃあサクッと回復してあさりますか。よし、それじゃああさっていきます。お、RD だ。しかもこれも CQB 特化カスタムだな。 RD でやってみるのもいいね。てか私この40連マガジン全く使ったことないけどどうなんだろう。使えるリブが少ないから使う人が少ないだけで、普通に安く大きいマガジン使いたいときいいんじゃないか。あー、確かに。また今度使ってみよう。よしよし、みんないい装備だったね。黒 MDR もフルカスタムでいいな。私黒 MDR めっちゃ好きだから嬉しい。うん、なんか足音がしたんだけど、まあいいか、帰りましょう。あ、やばいやばい、乗り遅れる。あ、これ間に合わないやん。バニコでもすれば間に合いそうだったがな。そう、ミスった。全部量で足音を立てた奴が悪い、絶対倒してやる。よし、やっぱりいるね。外に逃げたか？どこだ？どこまで逃げてるんだ？見つけた。ふう、満足したか？はい、おとなしく帰ります。重いな。誰か来てる？あ、危ね。ビーフカが寄ってきてるな。これは急いで帰らないと。おわ、やっぱカスタムはビーフカ多いな。とりあえずここにバッグを置いて電源つけますか。一応足を直してからね。あ、また誰か来てる。オッケー、多分これもピースカだね。ほんとわらわら出てくるな。すぐ脱出だけどエネルギー足りないしゴルスタ舐めるか。え？はあ。ほんとピースカわらわら出てくるな。反対側から行けばよかった。最初に執拗に追いかけたピースカの呪いかもな。まあいいです、今回はここまで。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でー。